よいしょ。はい。はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、皆さん、すき家って知ってますか？僕は知ってます。先日ね、さのっちさんっていうYouTube とかニコ生をやっている動画主さんがね、すき家さんでめちゃめちゃ面白い企画をやってまして、それがね、さのっち牛丼早食い選手権っていう企画なんですけれども、内容がね、すき家さんのメガ牛丼を2つ使った早食いの勝負で、まず基本的にはテイクアウトされた容器のまま食べるのが前提として、スプーンは使用しても OK、 卵がね4つ、これは自由に使えるそうです。で、完食した時には、器と口の中を空にして、口の中を見せてね、食べ終わったよっていうサインで、タイムが競われるっていう牛丼のね、早食い勝負なんですけど、めちゃめちゃ面白くて、見てるとメガ牛丼って約1個でね 600g ぐらいあるらしくて、2個で言うと計 1200g、 1.2kg ぐらいあるんだけど、みんなめちゃめちゃ早い。ちょっとね、動画の方は概要欄に貼ってあるので、ぜひね、見てもらいたいんですけど、タイムの一番早い人で1分24秒112っていう記録なんですよね。もう全然ね、意味がわからない。1.2kg の牛丼1分24秒だよ。もう意味がわからない世界だよね。正直ね、僕自身もそんなに早食い自体が得意な方ではないので、多分ね、勝てないと思うんですけれども、ちょっとね、企画として面白くてやってみたいなと思ったんで、今回はね、こちらのチャレンジに挑戦したいと思います。ってことで、こちら、とプラス生卵と、一応ね、今回はこんなセットでお送りさせていただきます。もちろんその一番早かった人は、1分24秒って一番早かった人もすごいんだけど、その選手権には一応ね、7人ほど選手が出てるんだけど、みんなすごくて、ぶっちゃけた話、1人でも勝てるのかなっていうレベルでみんな早かった。やっぱりね、大食いと早食いってなんか全然スキルがやっぱ違うので、大食いできるからといって早食いができるわけでもないし、早食いができるからといって大食いができるわけでもないと思うんですけど、やっぱりね、各ジャンルのプロフェッショナルはすげえなって改めて実感しました。で、ちょっと早速ね、食べる準備に取り掛かろうと思います。まず普通に蓋開けて、生卵、これ人によってはそのまま落とし入れたりする人もいれば、溶いてね、かけちゃってる人もいたので、これはね、自由らしいんですけど、どうしようかな。ちょっと僕は、溶きたいと思います、全部。ちょっと作戦としては、卵はね、結構しっかりめに、もうムラがないように溶いちゃって、これむず。まず1個目食べる方に関しては、手前にはかけずに、奥にちょっと1個分だけ。残りのね、2個半とか3個分ぐらいは、この2個目に食べる方の牛丼にちょっとたっぷりかけさせていただきます。最初はね、多分全然余裕があるので、卵はあんまなくても飲み込めると思うんですけど、後半になるにつれてね、こうちょっとだんだん飲み込みが疲れてきてしづらくなってくるので、後半に行くにつれてちょっと卵が増えていくみたいな算段でございます。はい、ということでね、今準備の方が完了いたしました。ストップウォッチをね、押したりするのを今、ちょっと向こうにいる嫁さんに任しております。すげえ緊張するなぁ。スタート時にはもうすべてね、スプーンとか器を置いて、始まった瞬間に持つような感じで進めさせていただきます。水だけいいですか、先に。で、それでね、ちょっと競技的に音とか臨場感が出るように、今日はね、珍しくピンマイクもつけてるんで、飲み込む音みたいなのもしっかり聞こえるかと思うので、そういったのもお楽しみください。緊張する。はい、お待たせしました。大丈夫です。はい。はい。よーい。スタート。はい。よいしょ。
ごめんね。何秒でしょうか。1分46秒7。そんなかかってんだ。マジ全然無理。全然無理ですよこれ。こっから20秒縮めんでしょ。2回目は早かった。生頭分かってるからね。無理無理、意味が分からない。どういうこと？ああ、なるほどね、なるほどなるほど。そしたらだ、わかった。もうセット行こう。もうセット行こう。これあれだな。正直やった感じ、無理。ちょっと今回は生卵をね、直割りしていこうかな。やっぱね、最初のかかってない部分がめちゃめちゃ辛かったんで、途中だろうが最初だろうが水分がなきゃ辛い。だから一応全体にというか、こう自分の塩梅でさ、溶きながら食べられるように上に2個ずつね、全体的にかけていきます。いいよ。いや全然いける気しないんだけど。え、どういうこと？もう正直ね、お腹いっぱい。これで合計食べたら 2.4 キロですね。どうしようかな、これでもこのまんまだとバランス悪い気がするな、卵。ちょっと溶こうか、この上で。ちょっとばかしこう、なじませて。ああ、緊張してきた、また。断然ね、お肉が辛い、ご飯より。飲めない。じゃあ、OK なんで、掛け声をお願いします。はい。はい。用意、スタート。はい、よいしょ。1分26秒21。無理ー。いや無理ー。熱い、お腹いっぱいだな。3分でお腹いっぱい。合計。ということでね、牛丼早食い選手権の結果から言うと、僕は勝てませんでした。いや、やばい。あの人たちはやばい、やっぱり。でもね、外出の自粛になってから、チャレンジメニューとかね、
大会というか、まあ、こうガーッと食べる動画っていうのはね撮影していなかったので、ちょっとね久々にやるとすごい楽しかったです。ただね早食いに関してはとても危険な行為なので、あの絶対にね真似はしないでください。大食い選手の、まあ、YouTube やってる人だったらね多分こういう企画好きな人も結構いらっしゃるんで、もしかしたらここから派生してね選手権に参加してなかった YouTuber の方もねこの動画なんかも撮ったりするかもしれないので、早食い好きの方はぜひ必見ということで、じゃあ改めてごちそうさまでした。